こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。F-35A ステルス戦闘機は、世界で最も売れている戦闘機の一つでしょう。性能や価格も見直されて、現在、各国での導入が行われています。そんな中、UAE への売却劇が発表されました。まだ米議会への通告ですが、今後どうなるのか気になるところです。中東でのハイテク戦闘機配備でバランスは変わっていくのかも。気になりますね。詳しく見ていきますね。F-35A 戦闘機売れて、ロッキード・マーティン社も忙しいだろう。アメリカ大統領選挙の結果をめぐる混乱が続く中の2020年11月10日、現トランプ政権がアラブ首長国連邦 UAE に対し懸案であった。F-35 ライトニングに戦闘機 A 型の輸出を認める決定を下した。今回のアラブ首長国連邦 UAE に対する兵器輸出には、この F-35。ライトニングに戦闘機 A 型50機に加え、遠隔操作型無人航空機の MQ-9B リーパー18機やこれら航空機用の兵装を含むとされている。ただし、このアラブ首長国連邦 UAE 向けの兵器輸出は、今後アメリカ議会の承認が必要であり、次期政権を担うことが濃厚な民主党は反対の姿勢を示しており、未だ最終的な確定とは言い切れない。ちなみに、今回トランプ政権が打ち出した中身は F-35 ライトニングに、戦闘機 A 型50機が約1兆900億円で、1機約218億円弱、MQ-9B リーパー18機やミサイル等の兵装が、約1兆3700億の合計約2兆4600億円に上る。この総額約2兆4600億円を見れば、さすが産油国だと、その調達に要する。資金力にも驚きを隠せないが、中東地区ではイスラエル軍が、ほぼ独占していた最新のステルス戦闘機ゆえに、そのインパクトも大きい。トランプ政権が、アラブ首長国連邦 UAE に、F-35 ライトニングに戦闘機 A 型の輸出を認める決定を下した背景には、同国がアメリカが推す。イスラエルと国交を結んだことの見返りとも言われている。政治的には、中東でイスラエルとの国交を結んだ周辺国は、アラブ首長国連邦 UAE が初めてであり、従来の反イスラエル路線を封印し、それよりも、実利的な最新兵器購入を選択したことが注目点だろう。中東でアメリカとの関係が深い国といえば、自国内にアメリカ軍の駐留を許可しているサウジアラビアが筆頭だったが、同国でさえイスラエルとの国交はなく、 F-35 ライトニングに戦闘機は保有できていない。仮に、今回のアラブ首長国連邦 UAE への F-35 ライトニングに戦闘機 A 型の輸出が実現すれば、中東地域における航空戦力の優位性は飛躍的に向上するため、サウジアラビアの今後の動きにも注目が集まる。サウジアラビアは、第4世代戦闘機では、本国アメリカ、日本に次ぐ多数の F-15 イーグル戦闘機を保有し、中東地域でトップの戦力を
誇示していただけに、その座をいいと明け渡すとは考えづらい。サウジアラビアが F-35 ライトニング2戦闘機欲しさに名より身を取る。つまり、イスラエルと国交を結ぶことは、政治的には非常に考え難いと思われるが、中東の軍事バランスの変化は必須かもしれない。そもそも、アラブ首長国連邦 UAE に F-35 ライトニング2戦闘機 A 型を、アメリカが輸出することは、イスラエル側がアメリカに花を持たせる意味で、仕向けたと見る向きもあるが、真偽のほどは不明だ。多くのイスラム圏のアラブ諸国にとって、反イスラエルの姿勢は、民族、宗教、歴史上の点からも、単純には路線変更できない、革新的な課題だが、これを決断したアラブ首長国連邦、UAE こそ、稀有な存在だろう。すでに、四面楚歌状態の中でも、第一次から第四次までの中東戦争を勝ち抜き、国家としての生存を維持し続けているイスラエルに対し、国交を結ぶことで容認する側に、アラブ首長国連邦 UAE は舵を切った。2020年現在、国家としてイスラエルと戦争を行おうと考える中東国は、もはやほぼいない状況にも見えるが、イスラム国などのテロ組織が完全に中東から駆逐されることはありえないだろう。そのため、イスラエルとしては、こうしたテロ組織との対峙を戦闘の中心に見据えて、非対称な戦いに備えた軍備を今後も継続していく方向だろうと思われる。一説には、あくまで憶測とはいえ、イスラエルはアラブ首長国連邦 UAE へのアメリカの F-35 ライトニング2戦闘機 A 型の輸出の見返りに、アメリカのみが保有する F-22 ラプター戦闘機の入手を機としているとも言われる。この説は以前から囁かれていたが、すでにアメリカ自体が F-22 ラプター戦闘機の生産を中止しており、再開の計画もないことから、非現実的な希望と考えられていた。しかし、アラブ首長国連邦 UAE への F-35 ライトニング2戦闘機 A 型輸出と並行して、アメリカ軍が第6世代戦闘機の収益を早めていることから、あながち可能性の薄い話とは言えなくなったとする見方も出てきた。そうなると、台湾がアメリカ軍を退役する M1 エイブラムス戦車を、オーバーホールした車両を調達するように、同様にオーバーホールされた F-22 ラプター戦闘機を手にするのかもしれない。これは、今や中東では少なくなった反イスラエル国の代表である、対イランに向けた戦闘において、非常に有効な戦力になると、はためには、感じられてならない。